僕は君の彦星。気の利いたコメントをしないといけないようですね。だったでございます。ミカエ君、何か気の利いたコメントをしないといけないようですね。何よ、もうもっと欲しくなる美味しさだっち。口の中がまるで紅葉の玉尾さんのようです。どうしたの。優しい甘みが体の中にぐるぐる染み込んでまいります。今にもカンタオブレしそうな美味しさのハーモニーがクレッシェンドしているようです。カンタクレあ、ぎっくり腰で歌い出しそうなほど美味しさが高まっているということだと思います。まあ、それはそれはサンキューベリマッチでございます。困ってる。ルビーを持って行ってくれないか。ルビー、どうしたの。ルビー、先生はどうして平気なんだい。できれば私も保健室に。賜物でございます。サドクレイ、僕も足がしびれてみたいだい。ルビー、屋台手伝って。このようにまずはお茶の粉を入れ、お湯を注ぎかき混ぜるのでございます。どうぞお召し上がりください。飲む前に茶碗を2回回すのでございます。ちょっと待ってください。二口半で飲み切る量なのでございます。うまいご飯、わかった。三口半でございます。一口、二口、三口と半分でございますよ。オーケー、三口半ね。完璧よ。あとは、いいじゃん。そのままお召し上がりください。ちょっとしかないから使わないんだね。どうしたのルビー。私、みかげくんと約束が。あ、そうなの。ここはいいから早く行きなさいよ。でも、いいの。結構いいからお手前で。お題わぁ、まっかせなさい。茶碗を回すんでございます。まだまだ雑誌が行くわよ。お前も手伝え。みがい、みかげくんじゃなくて結構な建前で。私はみかげくんと。苦しい。結構なお前たちで。あなた、わざとやってるでございましょう。決してそんな。ほらさ、みかげくん、みがい、うちのクラスだけ笹飾りが届いてない。みがい、そうなのよ。嬉しいも美味しいだっち。どういうこと。それでは今度は皆さんにお茶を立てていただくでございます。大切なのは飲んでくれる相手のことを考えてお茶を立てることでございます。はい、飲む相手の気持ちを考えて。そうだ、そりゃ時間かかるよ。すぐ戻るから。せっかく探索書いてくれたのに。お茶を立てている途中で席を立つのか。約束するから。結構なお手前でございますわ。やったー、さすがラムレッティ。なかなか良い手つきでございますわね。ぐるぐる混ぜるのは得意でございます。これで完璧です。お待たせー。ソーリー、ティーチャー。それってまさか牛乳。イエス。まずお茶を立てて。